ドラムで BPM180 ぐらいのスネア16部連打が3小節くらい続くのを過本でやる場合、シングルで叩くかダブルで叩くか、全くアクセントなければこんな感じになります。シングルだとダブルだとなんで音量は変わんないかな。あとはどういうフレーズかによるですが、多分だけどシングルの方が合う曲だと思う。それは例えばそのタカ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 でも多少アクセントついてるんじゃないかと思うんですよね。あるいは最初の2つで、タカ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 、はい。もしそのまだやったことなければ、スプリットはそういうの便利です。スプリットっていうのは要するにこういう、これのが簡単だと思う。ダブルよりスプリットで叩くと。シングル、腕振りシングル、腕振りダブルストロークか、スプリットシングル。簡単なのはスプリットシングルだと思う。スプリットはちょっとこう回してるっていうかひねってるですね。ハの字を作っていただいて、ハの字を作ると親指目安で親指をこう倒せるじゃないですか。内側に回すというか、この状態がこう倒すことできると思うんですけど、ちょっとこれ真似してやってみてください。うちに倒したときに1回、はい。もうダメに当てるときはこのこっちに落っことすって感じで、はーってこう落っことして、でそれを戻す、はい。はー戻す、はー戻す、はあ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 戻す。でこのアクションで、はあの時に人差し指側、こっち、手のこっち側を当てて、戻すの時にこっち側、3本指側を当てて、タンタン、タンタン。こういうアクションになります。この要領でタン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 、これずらせばタン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 、トン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 、オーバーにやるとこんぐらい、こういうこと。このアクションでも本当に速くなったらもう先の方だけでやるっていう。さっきのテンポだと、まあ、これぐらいだとまだこう腕を振ってても間に合う。だからはい、これが多分ね一番簡単だと思う。